今回は鬼滅の刃刀鍛冶の里編第9話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。まだ研いでる職人魂。先週からまだ研いでた。これ心臓刺されても研いでそうだな。記憶を取り戻した無一郎くんが負けるわけがないだろうが。煽りおる。無一郎覚醒してるからな。レスバも強くなった無一郎。マジレスレスバ柱。長く生きてやいいってもんじゃない。とにかく全部気色悪いぎょっこ。無一くんめっちゃ言う。確かに気色悪い。まあ尊敬できるところは一個もないのは事実。煽りの呼吸位置の方。ただ事実だけを述べる。ぎょっこビキビキすぎる。レスバで負けてるぞよっこ。手足の短さはちょっと言えなくない。赤ちゃんのお手手だからな。おもろいな悪口合戦。時藤くん、事実の刀でナチュラルに切りつけていらっしゃる。勝ちたくて必死なのはお前に見えるんだが。へったくそだな。煽りよる煽りよる。はい来ました地雷。早速取り乱した。めちゃくちゃ効果あった。即落ちにこま。壺のことバカにされるのダメなんだ。壺自分で作ってるのかな。ろくろ回して。安い挑発乗っちゃったよ。攻撃範囲広。本当に1万匹書かれてそうだなこれ。ああ、綺麗だな。やっぱ霞の呼吸いいな。柵がすごすぎなのよ定期。1万匹の刺身。見事な魚さばき。場が魚臭くなりそう。ちゃんと詳しい説明をしてくれるぎょっこさん。何もかもが毒だよこいつ。完璧な対処。霞の呼吸ほんと美しい。なーあにー。やっちまったなー。量を浴びなければいいんだろ。しわしわ。脱皮機も。はいはい。結構いるね。だいたいそれは負けるフラグかお。すごいね棒読み。めちゃくちゃ適当に聞き流してて草。ほんとこのやりとり。ツッコミのテンポの良さが漫才感出てきた問題。汚い人よ。これがリトルマーメイドですか。多分じゃしんちゃん。上限との戦いよね。完全にギャグ担当の上限の後。このギャグ顔である。ギャグ顔面白すぎるでしょ。時藤無一郎くん。無一郎くん素直か。ピッチピチ。単純に臭かった。無一郎くん、ぎょっこのことをめっちゃ煽ってる。触れたものが鮮魚になる能力、斬新。なお今日は草で言えばマジでトップクラス。これめっちゃチート技だよね。無一郎くん腹筋バキバキ。14歳にしてこのムキムキっぷりの無一郎。そしてこの笑顔である。にちゃー顔助かる。無一くんいい顔すんね。当たらなければどうということはない。うわー、うじが死の淵を見たのだよ無一郎くんは。あまね様、奥方様が救ってくれたのか。奥様が間に合ってよかった。兄と弟の区別がついてらっしゃる。白樺の妖精が助けてくれた。アマネが何度も来なければ無一郎も終わってたわけか。アマネさんいい人だなぁ。アマネさんの目をつぶるシーンはレア。剣の特訓。雨の日も鍛える。ここら辺兄おり。才能がある上に努力も惜しまなかったのか。無一郎の原動力は怒りなのよね。ぎょっこよく喋るなこいつ。説明はフラグ。一気に雑魚っぽくなってしまって。来た、おぼろ。残像だ。さっきから押されてばっかじゃねえかよっこ。これもう絶対霞が実際に発生してるだろ。切った。首切る演出かっけー。すっぱり行きましたね綺麗に。こりゃ柱ですわ、つえー。ぎょっこさん言動が雑魚。すぐには死なんよな、鬼。もう生まれこなくていいからね毒舌すぎる。まだ生えてる。きめー。みじん切りだ。細切れにした。ここメカフリーザ。霞の呼吸サイコロステーキ切り。あざだしときとうくん圧倒的やん。ぎょっこって上限だよな。と思うくらい無一郎強。本当にこれで勝ったのか。壺にも悲しい過去がない。アニメでも過去が触れられなかったねよっこ。そしてこのアイキャッチである。え、かわいい。無一郎の圧巻べいめちゃくちゃ助かる。くぐーうくぐー。一瞬だけの鳴き声。銀子ちゃんの鳴き声かわいい。こないだカットされた親方様の回想シーンだ。まだ顔面そこまで侵されてない親方様。心は人の原動力だからね。あざも消えちゃった。ハイライトが入った無一郎の目に涙。プルプルしとるぞ。どう見ても大丈夫じゃねえ。マロビ出てるよ腹筋が。全然大丈夫じゃないよ。ガクブルで草。死にそうなんですが。もう限界や笑い。毒食らっとるからな。ペチペチ。金森さんはたかないで。あいつ来ねえな。
金森さんぶち切れ。ギャグになった。こてっちゃん。生きてる？亡霊言うな。この人もやかましいな。前逸みたいなのいてわろた。確かに溝落ちは？冷静だな、こてつくん。ああ。あれこの唾って煉獄さーん。煉獄さんが若い命を助けた。サンキュー煉獄さん。無一郎にも煉獄さんの思い出がー。煉獄さん出してくるのずるすぎやろ。あかんて煉獄さん出したらあかんて泣いてる。父さん母さん兄さん。うわぁ、雄一郎くんの笑顔。今の時統計は泣いちゃう。悲願に渡りかけてない？一方炭治郎のターン。2週間ぶりの主人公。一方その頃炭治郎はクソゲーに苦しめられていた。どっちかというとこっちがラスボス。66尺。1尺は約30センチだから、竜の首はだいたい20メートルくらいか。空気の衝撃波。音波攻撃してくるんか。こっちもやべえな。3人がかりでもこれとか罪やん。鼓膜破れるとかやべえじゃん。痛い足がー。なぜその足で走れる？あの竜、喜怒哀楽の力全部使えるの？盛りだくさん携帯。太鼓トントンつっぴょ。ひょっこに比べて反転部の強者感半端ない。ワニ先生の癖なので再生できる組に容赦がない。伸びる気の竜。なんその的漁師か竜。口から口出てくるとかエイリアンかよ。あ、食べられた。あかーん。誰か助けて。来たー。みつりちゃん来たー。みつりちゃんやっと来た父柱第一国です。月をバックに舞うみつりちゃんがなんかセーラームーンっぽく見えた。月に代わってお仕置き的なみつりちゃん。マミさんのテーマっぽい BGM。 ねずこちゃんがみつりちゃんのことをきちんと分かっててうるりとしてるの嬉しい。無一郎の次はみつりちゃんの出番。甘露寺さん、本当に可愛くてかっこいい。なごむ可愛い。殺伐とした戦場をコメディチックにしちゃうみつりさん。みつりちゃんに褒められたい。そっか聞こえんのか。おでこの血ハートに見える。この声が山寺宏一さんなんだよな。しかし、山寺さんに聞こえないなぁ。声山ちゃんだってわかってんのに脳がまだ結びついてねえ。安心感すごい。頼もしさ半端ない。美少女戦士甘露寺みつり。新体操の必殺技かな？みつりちゃんまみさんかな？よく聞いたら恋焦がれのアレンジ曲だ。上限だから何？と言わんばかりの大暴れっぷり。みつりちゃんの刀も動きもパネーよ。なんかめっちゃみつりちゃん魔法少女みたいで可愛すぎる。ゲロフィナーレが聞こえたやついるよな。みつりちゃん可愛い上にかっこよくて素敵すぎる。まだ技出してないのに強いとかみつりちゃんとない？あの刀の使い道すごくね。こっから甘露寺の出番だー。父柱が出たら急に画面が眩しくなった。やっぱり父柱は映像映えするなー。夜空に舞うみつがちゃん、セーラームーンみたいで可愛かったなー。鬼滅、みつりちゃんの登場の仕方がセーラームーンだし、戦い方がプリキュアだよ。みつりちゃん確かに美少女戦士だわ。みつりちゃんの剣の発光とかしなやかさがめちゃくちゃ綺麗だった。やっぱり動きと色がつくと印象変わるね。むいくんの家族のところから煉獄さんの唾が助けた命からみつりちゃんの戦いにつながるのが本当好きすぎるし泣きすぎる。むいちろうとよっこのレスバ最高だった。よっこは相手が悪すぎたな。本当はかなりのチート能力だったのに。よっこという回想シーンすらなく処理された上限の面汚し。ワンチャンギョッコの悲しき過去が見れるかと期待したけど原作準拠だった。来週はみつりちゃんかいや。柱と柱で続くのいっすね。提供へ、無一郎くんかわいすぎる。そもそもあざってなんなの？出る人と出ない人がいて出ると強くなるみたいだけど。今後説明あるから待ってろ。無一郎の煽りスキル高すぎだろ。普通にはロテも歌わ。これは煽り柱ですわ。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。